デュアルケビン。エボで激闘を繰り広げたデュアルケビンによるルークのマッチアップ。おお、すごい。え？なんだこれ。5.5。あ、そういうことか。キャミーだけちょっときついと思ってるんだな。五分多いな。まあでもここら辺のキャラ使ってるとね、まあ、大体こんな感じに多分なるよね。さっきのあのチュンリーの時のティアにもあった、あの時に下にいたキャラに対しては、まあ大体有利で感じられると。あ、デュアルケビンはアメリカの CPT ワールドウォリア優勝してます。へー。強かったからな。で、ここら辺五分とかにいるのが、まあさっき言った、あの上位のキャラクターたちなんだよね。あれ、これデュアルケビンだ。ちょっと彼の英語を聞いてみようか。Let's talk about Luke's and all of his matchups within this game so far. Let's talk about Luke's matchup. It's just my opinion, bro. Always take anybody's opinion with a grain of salt. It does not solidify what the matchup could actually mean. But through my experience, I could tell you what tools I feel like works best against certain characters and what tools don't work against certain characters. All right, we got a 6-4, 5.5, 5-5, 4.5, 4-6. All right, are we use them all? We'll see. So let's start out with Luke versus Blanca. I'm gonna actually put this at even on, let me start actually by saying one of Luke's best tools, right? Fireball, a hit scan fireball. If you're able to use that, if you're able to use this fireball well, very important tool to use against characters in a match. I'm not that great at this matchup. Like, I actually don't even know Geef's frame data like that. Like, that's how iffy I am. Again.結構ペラペラ喋るんだな、デュアルケビン。まあ面と向かうとね、彼若いってこともあってね、ちょっとおとなしめなんですよ。まあアメリカのワールドウォリア勝ってるってことは、どこかで相まみえるかもしれませんからね。ブランカはフラッシュメトロイドがいる。フラッシュメトロイドはまだやってんの？彼はストリートファイター4のプレイヤーだからね。ああ、フラッシュも CPT 勝ってるんだ。アメリカでデュアルケビンは東かに西か西になるのかな。デュアルケビンはもともとロス勢だった気がするな。真ん中、中西部。真ん中っていうのあんの？シカゴ、テキサス。あー、そっか。テキサスの人かもしんないな、デュアルケビン。出身思い出せないな。ただ真ん中は、確かに一応西と東に結構ね、プレイヤー固まってるんだわ。真ん中はそういう意味で言うと、だからパンクとか、まあ今言うメナとかは東海岸、まあパンクはなんか西と東行ったり来たりして、最終的にはフロリダにいるらしいけど。で、西は、まあ昔で言うところの、フィリピーノチャンプとか、PR バルログとか、アレマイとか、あとはXSK 侍とか、3地域なんだね。アメリカは売れてますからね、何よりも。プレイヤーの数が多いから。